Hello YouTube!、えー、今日はですね、えー、京都のエースホテルからお送りしております、えー。今日はね、世界最高のレストランにも選ばれた、あデンマークコペンハーゲン発のですね、ノーマというレストラン。えー、こちらの方でですね、えー、食事をしてまいりました。本当、一人ね、15万円取るっていうね、すごい,い,いところなんですけれども、えー。ということでですね、今日のネタなんですけれども、えー、レジ袋。 えー、有料化、えー、して、もう本当にみんな鬱陶しいと思ってると思います。えー、レジ袋いりますかいやー、こんな買って、ね、マイバッグみたいな持ってねえのに、どうやって持って帰るんだってわかるでしょみたいな感じなんですけど、えー、まあ僕みたいなミニマリストからするとですね、あの、何か持ち物をずっと持ってなきゃいけないってめっちゃうざくてしょうがないんですけど、まあしかもですね、あの、レジ袋、まあ、 とりあえず、あと、大きさとかね、紙袋にしますかとかね、いろいろ聞いてくるんですよ、デパートとか行くとね。え、そのくせ、ムカつくのは、おしぼりは押し付けてくるっていうね。なんか、ご飯とか、買った時とかに、おしぼりは入れときます。お箸は入れときます。なのに、レジ袋だけは有料っていうね。あと、あの、ストローもね、紙ストローにするとこ増えましたけど、もうなんか、あの、マスクと一緒で、とりあえず、 やっときゃいいじゃん、みたいな。そっちの方が文句言われねえし、えー、世の中今も環境がね、環境に気をつかない人はね、良くないよう、ね、に、みたいな、変な風潮がね、蔓延してきたんで、これもマスクと一緒だと思ってます、僕は。で、そもそもこれ、前も言いましたけど、レジ袋ってナフサっていうのから作るんですね。で、ナフサっていうのは原油に含まれてるんですけれども、原油が取れます。ね。 あのー、中東とかの遺伝から取れます。で、それをですね、まあもう最近は、あのー、中東の国でね、この間行ってきたバーレーンとかね、石油生成の設備なんかあるんですけど、いわゆる石油、石油化学コンビナートってやつですね。で、その石油化学コンビナートで、えー、軽い油から重い油まで分流といって、えー、分けていくんですね。で、一番軽いところがですね、えー、ナフサって呼ばれる部分で、これがビニール袋とかの、えー、原料になってます。 えー、その他ですね、あの、石油化学製品、えー、いろんな薬品だったりとかですね、薬だったりとか、あ,ありとあらゆる様々なものがですね、このナフサを原料にしてですね、えー、作られますと。で、もうちょっと軽いところだと、えー、灯油だったり、まあ、灯油はあの、飛行機の燃料にもなっております。あの、暖房だけじゃなくてですね、高品質の、えー、灯油というのはね、ジェット A とかで、ね、 えー、ジェット A1 とか、そういう、あのー、燃料になって、これはですね、本当に飛行機なんかに使われます。で、あの、皆さんが車に使っているガソリン。えー、そして、えー、軽油。トラックとかに使われている軽油ですね。そして、えー、重油といって、えー、船とかタンカーとかそういったものに使われている。あるいは火力発電所なんかでも使われてますね。えー、重油を燃やしてガスタービーを回すと。で、一番重いのは何に使われるかっていうと、道路に使われます。 道路って何かっていうと、アスファルトですね。えー、まあ、砕いた石をですね、えー、接着剤としてですね、えー、なんか一種のあれ複合剤なんですよね。で、以前はですね、コンクリートで作ってたんですけれども、コンクリートよりもですね、えー、クッション性があって、タイヤがまあ減りにくい、えー、まあ雨とかにも強かったりとか、まあいろんな利点があって、ほとんどの道路は今アスファルトで作られてると思います。 えー、このね、サプライチェーンってのは非常に大事で、この石油化学コンビナート原油を取ります。原油を取った後、えー、じゃあガソリン車 EV になったからいらないからガソリンはいらない。えー、あるいは、あの、レジ袋いらなくなったからナフサの一部はいらない。いらないっちゃどうなるか。捨てるしかないわけですよ。どうやって捨てんのっていう話なんですね。だから、レジ袋に使わなかったら何か別のものに使わざるを得ないんですよね。 だってどこに捨てんのっていう話ですよ。いやだ、だったら原油取らなきゃいいじゃんって思うかもしれないじゃないですか。だけど、その、代替できるもの。そうね、飛行機も、まあ、超頑張れば、電動になるかもしれない。けど、まあ、かなり先のことでしょう。自動車よりもよっぽど先の、え、ことだと思います。まあ、石油化学製品で作られていた、そういった、ああ、ナフサの代わるものは、例えばわかんないけど、トウモロコシとかね、そういう、 えー、生物由来のものに変えることはできるかもしれない。で、まあ、トラックなんかも EV にできるかもしれない。だけど、船の重油、どうですかソーラーパワーで、えー、長時間航行できる船ばっかりになる未来、やっぱり相当先ですよね。で僕は、一番困るのはアスファルトだと思ってんですよね。あれに変わる接着剤をどうやって作るんだと。ロー、あんなにローコストで、要はもうゴミみたいなもんですからね。 アスファルト、道路の用途以外であまり使えないんで、なので、すごくウィンウィンの関係が出てきて、もう世界中の道路がアスファルトで作られるようになったわけですけど、当然道路ってメンテナンスしなきゃいけないんで、アスファルトのようなものをどこからか調達するしかないですね。だからこれ、そのレジ袋だけ廃止しても全然意味なくて、あの、トータルバランスで、えー、変えていかなきゃいけないわけですね。 エコバッグ持ってますマイ持ってますみたいな。で、マイだってあれさ、割り箸をすごく忌避するダメだみたいに言ってた時期あったけど、その声は、あの、最近息を潜めましたよね。これなんでかわかりますかあれって実は間伐材って言って、あの、木をですね、ある程度こう光をこう通すためにですね、 えー、枝をこう、細かい枝をですね、えー、間伐って言って切っていくわけですね。で、それで作られた余った木から作られてるんです、基本的には。だから、実はあれサスティナブルなんですよね。<laughs> っていうことに気づいて、割り箸ヒヒ派みたいな人たちが、あのね、息を潜めたっていうのはあるわけですよね。で、最近はなんかおしゃれな、まあ、あの、割り箸なんか出てきて、もう割り箸ブームに逆になっちゃってたりすると。 その、環境族の人たちが言ってることって、割とほとんど前つばなことが多くて、あの、物事の本当にごくごく一面しか見てないケースが多いですね。あの、で、それをやることがファッションになってて、かっこいいと思われてる。てかもう、かっこいいと思われて思わ、思われるためにやってるんだけど、やってるみたいなんだけど、で、それにこうやって僕が、あの、文句を言うと、何、ホリエモン、環境とか、 考えないんですかとか言われるんだけど、俺だって考えるところは考えてる例えば。